突然不思議な動物を見つけた一人の女性。彼女は最初その動物が何かわからなかったと言います。雨の中一人ぼっちで耐えていたその動物は女性によって運命が変わるのです。絶対に助けたい。女性の強い気持ちはその動物に伝わるのか。その動物の正体とはいかに。この日のニュージーランドは大雨が降って一日中肌寒い気温でした。そんな悪天候の中、外出していたキャスリンさんでしたが、思わぬ出来事に遭遇することになったのです。彼女はふと路上を見ると、そこには小さな動物が。ん?ネズミか?最初はそれがよくわからず、あまり気に留めていませんでした。ところが、路上を必死に這うその動物に近づいてみると、なんと、小さな子猫だったのです。子猫はまだ生まれたばかりと思われましたが、それにしても、小さすぎてネズミと見間違えても不思議ではないくらい。この時、キャスリンさんは、そのまま放ってなんておけない、と思い、子猫を保護することにしました。また、帰宅する前に子猫の母親が近くにいないかを確認しましたが、そんな気配はなかったそうです。キャスリンさんは家へ着くと、早速、子猫にブルースと名付け、看病を始めました。しかし、ブルースはどんどん衰弱していき、彼女の心配は増すばかり。生まれたばかりで、母猫に育てられなかった子猫は、その後の生存率がとても低いのです。ブルースはどのくらい母猫と一緒にいたのかは不明ですが、発見時の状況からしても良くない状態でした。それでも、キャスリンさんは決して諦めることはありません。絶対に助けてあげるね。彼女は24時間、寝る間を惜しんで、ブルースの看病をし続けます。そして、ブルースが保護されて数週間、なんと、奇跡が起こったのです。ブルースは命の峠を乗り越え、容態が安定してきたのです。本当に嬉しかったです。正直、心が折れそうになった時もありましたが、小さな体で頑張るブルースを見ていて、私が諦めてはいけないと思ったのです。ブルースは体調が安定してくると、途端に元気になっていきました。そして、キャスリンさんとブルースの暮らしは、あっという間に2年も過ぎたのです。彼女はブルースのお世話をすることで、自然に家族として考えていたのでしょう。ブルースは、あれから体調を崩すこともなく、順調に回復していたので、すくすくと成長しました。ご覧の通り、今は立派な猫に成長し、もうあの時と同じ猫とは思えませんよね。現在のブルースの姿を見ると、キャスリンさんがどれだけケアを頑張ったかが伝わります。もちろん、ブルース自身の回復力もありますが、あの日、キャスリンさんがいなければ、今のブルースはいなかったかもしれません。2歳になったブルースは、今もキャスリンさんと一緒に暮らしています。辛い状況から奇跡的に這い上がった小さな小さなブルース。もうあの頃の面影はないほどの回復と成長を遂げ、幸せをつかみました。今回はとある女子大生が教授に送った一通のメールから始まった実話です。メールには今までにないお願いが書いてありました。女子大生が直面した緊急事態、どうかお願いします。生徒の願いに教授はどう答えたのでしょうか。そこには彼女と教授らの行動によって心温まる物語が生まれました。
アメリカ在住の女子大生、ジェシカ・ルイスさんには、ある悩みがありました。彼女はその相談事をどうしても教授に聞いてほしかったので、次回の授業前にメールを送ったのです。その内容がこちら。ケネディ先生へ。私は先生の授業でお世話になっているジェシカ・ルイスです。実は次回の授業の際にお願いしたいことがあってメールをしました。そのお願いとは、次回の授業に愛犬を一緒に連れて行きたいのですが可能でしょうか？理由は、その日ハリケーンから避難するために授業が終わったらそのまま実家に帰るからです。避難することも大事ですが、私は先生の授業にどうしても出たいのです。無理は承知でお願いしていますが、愛犬ルナは決して授業の妨げにはならないと思います。どうかご検討をお願いします。このようなメールに加えて、ジェシカさんは愛犬ルナちゃんの写真を添付し送信しました。彼女がメールで伝えている通り、その当時、アメリカには近々ハリケーンが上陸する予報があったのです。その被害から逃れるために、事前に他の地域に逃げる人も多いということでした。大学を終えてからそのままの足で実家に帰ることになっていたジェシカさんには、どうしてもルナを大学に連れて行きたかったそうです。きっと、愛犬を思う彼女なりの必死のお願いだったのでしょう。そして彼女がメールを送ってしばらくすると、ケネディ先生から返信がありました。その答えとは、あなたは私の性格から許可を出すと思っていましたか？いえ、それは全く違います。しかし、ルナちゃんを授業に連れてくることを許可します。なぜなら、あなたの犬がとっても可愛いからです。次回の授業で待っています。一瞬、ダメか、と思わせるような返信でしたが、ケネディ先生は心よく許可を出してくれました。当日、ジェシカさんは、ルナを連れて大学に行き、教室に入ることができたのです。授業が始まると、問題のルナは最初だけ教室内を歩き、他の生徒たちに挨拶していたようでしたが、とってもいい子でした。決して吠えることもせず、他の生徒の邪魔はしません。ルナはジェシカさんの足元で静かに過ごすことができました。先生には本当に感謝しています。もちろん、クラスメートも嫌な顔一つせずに理解してくれたことが嬉しかったです。こうして、愛犬との初めての授業を無事に終えることができたジェシカさん。彼女は授業が終わると、ケネディ先生に感謝の気持ちを伝えたそうです。そして、すべての授業を終えたジェシカさんとルナは、避難場所である実家に帰ることができました。今回のように愛犬と学校に行ったり、公共の場に同伴できるのは介助などが必要な場合が多いでしょう。ですが、ジェシカさんのようにやむを得ない理由もあります。そんな時、常識にとらわれず、相手のことを理解してあげることで、一人の人と大切なペットも救うことができるのです。規則だからと言わなかった心の広いケネディ先生は本当に素敵ですね。犬が可愛いからと言っていましたが、先生は生徒と動物を思う素敵な心を持っているのでしょう。ジェシカさんがどうしても先生の授業に出たいという理由が分かった気がします。ケネディ先生、素敵ですね。
学校は様々な規則があるけど、何でも決まりだからと言ってはダメだと思います。ケネディ先生の優しさがあったからジェシカさんとルナは救われたんだね。先生にはいつまでも優しい心を持っていてほしいな。ご視聴いただきありがとうございました。